はい。というわけで、今回は第61回 SWCC の模様をお送りしたいと思います。エデルソン5凸で挑む SWCC。でもなんか思ってたんと違う。あんまり強くなってないような気するんだよな。果たして結果はどうなるんでしょうか。はいどうも、マグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回は SWCC の模様をお送りしていきたいと思います。はい、というわけでじゃあまずは戦術からいきたいと思います。マグの戦術をご覧ください。今回2つほど新しい戦術で挑ませていただきます。まずはカウンターから。はい、こちら。グロリオーソ・ビアンコ・ネロということで前回と同じでございます。カペール監督からマグは離れられない。ね。フォーメーションコンボを発動させるのに星4を使わなきゃいけない戦術はちょっと省いております。ですのでね、リバプールができぬ。ね、本当にこればっかりはもう残念でしょうがないんですがね。ゴールドトロフィー100個選手で出てきてくれるといいな。はい、というわけで、423,338。となっております。前回よりなんか下がってる気するんだが、サポート選手とかのなんか兼ね合いでなんかおかしくなっちゃってるかもしれないね。まあまあまあ、それはしょうがない。あ、エデルソンを入れたからだ。メニャンに変えてエデルソンが入ってるからですね。ここら辺は数字が下がっても、もしかしたらエデルソンの方がメニャンよりは上なんじゃないかっていうマグの魂胆ですね。メンバーはこうなります。こうなって、こうなって、三笘は無理やり使いたいからやってます。で、こうなって、こうなる感じですかね。40万まで下がります。そしてサイドアタック、新しい監督を使いました。ゲアベル監督のきらびやかな星々となっております。4-3-1-2、こういうフォーメーションになってるんですね。今まで使ってたミリエニの根性に輝く星だったんですが、一度試しにゲアベル監督をね、ちょっと試しに使ってみようかなと思ってやったら、数字はこっちの方が上になったので、ちょっと助かりました。前回より数字が 14,000 ほど上回りました。ゴールキーパーにエデルソンが入っているところぐらいだと思うんですけれどもね。そして、後半からこうなります。ウーゴ・ロリス。そして、アカンジ、ジョーカーなので、ちょっと使ってみたいっていうのがあるので、やってみますね、今回ね。で、ランパード、ジーコ、そしてまた、相変わらずのグリーズマン。まあ、今回はね、アカンジとグリーズマンがジョーカーなので、そこを必ず使おうかなとは思ってるんですが、フォーメーションコンボ次第ってところもあるんでね。そしてもう一つ、ポゼッション。はい、左上の数字をご覧ください。521,227 になりました。マグの総合数値、最高記録出ました。前回ね、まだいろいろ育てきてなかったってのもあったんでね、数字上がらないのかななんて思ったんですけど、めでたく52万までいきました。ただ、53万までいくと見込んでた分だけね、ちょっとあれですけれどもね。ゴールキーパーエデルソン、そしてセンターバックグバルディオルがスタメンに入っております。真ん中にいたベン・ホワイトが右サイドバックに移動したんですけども、まあ、これでね、少し能力上がると思ったんですけど、意外とダニ・アウベスが強かったってことかな。で、後半から、ね、これゴールキーパーアリソン入れなくてもいいと思うんですけど、アリソンもジョーカー。そしてセンターバック、アカンジもジョーカー。左ウィング、トロサールもジョーカー。フォワード、グリーズマンもジョーカーということで、このチームは4ジョーカーになっております。一応ね、ロナウジーニョも入れるつもりではあるんですが、数字が47万まで下がっちゃうということでね、ちょっと心配ではあるんですけども、5万も下がるんだね。4ジョーカーが見えない数字分の働きをしてくれることを祈ります。そして、中央突破も、メンバー、監督変えました、モスキーニョ監督の青獅子の栄冠でございます。数字は2万ほど下がってしまったので、次回、モスキーニョでやるかどうかはまだ不明です。ゴールキーパーエデルソンが入ってます。センターバックがアルダールなのがちょっと弱い原因ですね。ここがもうちょっと強ければ43ぐらいはいったんじゃないかな。はい、というわけで後半からはこうなります。ロリス、ロベカル、ジーコ。結局、中央突破戦術の人がほぼ出てないんですよね。グリーズマン。こんな感じですね。エムバペ、グリーズマン、ビエラの中央突破3突。5突。この3人のね、5突で少しは強くなってもらえるといいんだがな。あんまりならないんだな。はい、戻しました。はい、というわけで、じゃあ、第61回 SWCCF。1個多かった。WCCF って言っちゃうんだってば。はい、じゃあ行きましょう。今現時点、今は土曜日、7月6日の土曜日、すぐ始めてるつもりなんですが、もうみんな早いなぁ。ただいま、絶賛、東京ヴェルディの試合が、雷のため、ちょっと今、延期しておりますね。この間にプレイしておきたいと思います。数字的にはまあ10取りこぼしってところなんでしょうかね。前回は半分、26勝24取りこぼしだったんで、今回はもうちょっと上回りたいかな。勝ち点100を目指して頑張りたいとは思うんですけど、なかなか難しいでしょうね。なんかデッキの登録がされてませんね。デッキコピー。エントリーデッキに。ああ、それじゃない。なんで今変わった。エントリーデッキにコピー。こっちですよね、やっぱりね。まあ、そんなのに。マグが選ばれるとは思いませんけれども、いきます!まず最初は試合を見る !1 試合目だけね。あ、どうしようか。ポゼッションの時にやろうかな。ね、どうしようかね。よし、わかった。ポゼッションをやれる時に試合を見るをやりたいと思います。なので、どっかのタイミングでできたらいいね。できなかったら最後、41試合目だけ試合を見るでいきたいと思います。ダイジェスト。さあ、果たしてマグの成績はいかほどなんでしょうかね。まあでも結局ね、ポゼッションが前回20試合もやってるんでね。あれから1ヶ月経ちましたけど、やっぱりみんなまだキャプテン翼なんですかね。そこがちょっと気になってるところなんですが、もうそろそろキャプテン翼も薄まってくるんじゃないかなと思うんだけど。まあそれにはやっぱり次のね、背景変わりガチャを待たなきゃダメかな。おーと、ダビド・トレゼゲ、久しぶりに使った。今回はね、グリーズマンのために、あえてスタメンでトレゼゲが起用されてます。あ、選手交代、ちゃんとされましたよ。不具合はないですよ、今回。大丈夫ですよ。サポート選手の方もね、ちゃんと入れてあるので、今回は大丈夫だと思います。不具合はないと思います。はい、というわけで2点目、ジーコ。意外とジーコも他の戦術で起用されてるね。おーっと、光プレイ。これはグリーズマンかな?ほとんどの戦術でグリーズマンを採用してるから、グリーズマンの光プレイは今回結構見れるんじゃないの?はい、というわけで初戦は3対0で勝たせていただきました。いや、映すときは勝ってね。はい、というわけで10試合終わるところまで一旦カット。はい、というわけで10試合終わりました。1対0で勝利。さあ、果たしてこの10試合の成績は、ドドン。5勝3敗2分けということでね、半分やらかしてますね。実はですね、この中でね、3敗はね、ポゼッションなんですよね。いやー、そんなに勝てねえもんすか。今回もポゼッションじゃないので、ダイジェストでいきたいと思います。カウンター。カウンターはさっき1試合もやってないぞ。まあ、カペールさんだからね。まあ、別にいっか。はい、というわけで、じゃあ見ていきましょう。カウンターです。前回カウンターは 50% だったからな、勝率。あんまり強くないんですよね、カウンターね。ちょっとカウンターでいいガチャが来るタイミングでマグが引いてないっていうのがね、ちょっと2回ぐらい続いちゃってるから、未だにあんまり強くなくて、正直ちょっと困ってますね。ああ、やられてしまいました。遠藤。さて、もうここから、まだあるぞ。シュート1本しか打ってない。まだあるのかな。ああ、もうゴールキーパーが、若林くんですか、これは。さあ、デルピエロ。ああ、よかった。なんとか1点を返しました。さあ、残り時間。頼む、映してる時だけは勝ってくれ。映してる時だけは。映してない時は半分勝ってなくてもいいんだ。それはいいんだ。デルピエロ。ちょっと逆だな、それ。左45度が良かったな。まあ、でも決めてくれればいいです。というわけでデルピエロの2ゴール。で、本当にあれだよね。ロベルト・バッジオとデルピエロ引かなかったらカウンターって恐ろしいことになってたね。あんなわずか10連で引いたデルピエロとバッジオにこんなに救われるとは。はい、というわけで、映してる時だけ買ってください。はい、というわけで、2対1で勝利。また20試合終わるところまで一旦カット。はい、というわけで20試合終わりました。2対2で引き分け。さあ、この20試合の結果はこんな感じ。11勝5敗4分け。この10試合だけで言うと6勝2敗2分けでしたね。まあ、もうちょっと頑張ってほしい。まあでも、このマスター隊はなかなかに強いですからね。しょうがないですかね。あれなんか、俺今日ポゼッションを移すことはないのか。どういうことなんだ。あ、数字もだいぶ負けてますね。大半はね、数字負けてるんですけども、まあ、それでもよく頑張ってる方ですね。はい、じゃあ、ダイジェスト。中央突破。中央突破、さっきも中央突破だったな。中央突破ばっかり映すの嫌だな。もうスキーによ。はい、というわけで、じゃあ、試合になります。さあ、相手はどうだ？ホデン？ロドリゴ。まあ、そこら辺がいますよ。ベックは、だいぶ前んじゃないか。なんとなく、付け入る隙はちょっとあるのか。さあ、見てみますか。でも、総合数値はだいぶ負けてたからね。まあ、2、3万ぐらいならまだしも、ちょっと、あまりにも差があるところとはあんまり負けたくはないかな。さあ、どうだ？いや、もう、よし。そのまま行こう。おーっと、光プレイは絶対入るやつ。はい、じゃあ、メッシ。ありがとう。もうこの1点で守りきって、ハーランドが守備に来ている。こういう、ブライネもいる。いつも思うけど、この両足タックル良くないと思うよ。上ちゃん。両足タックルなんだよな。この光ブレーの時のね、守備がね、ちょっとね、どうかなって思っちゃうよね。はい。2点目も取っちゃおう。2点目も取っちゃおう。相手の方が全然強いから、何点取っても心配ですよ。残念。はい、というわけで前半終了。はい、後半。そしてここでね、メンバーがずらっと変わる。はい、変わりました。うん、変わってたかな？向こうもこっちもちゃんと変わってたかな？終われ、終われ、終われ、終われ。あー、なんでこういうとこでフリーキックを与えるかな。よしよし、終われ、終われ。はい、というわけで、映してる時だけ買ってください。今のはね、だいぶ差のある相手でしたからね。まあ、よくやりました。はい、というわけで、1対0で、勝たせていただきました。また、30試合終わるところまで一旦カット。はい、30試合が終わりました。結果はこんな感じ。15勝7敗8分け、15は取りこぼし、5分ということでね。いやいやいや、5分になってしまいました。今回は4勝しかしなかったか。5分。はい、というわけでじゃあ今度はカウンターですか？ポゼッションはやらせてくれなさそうですか？今回は試合を見るを見させてもらえないかもしれませんね。はい、というわけで、今回もね、カウンターが1試合もなく、サイド2試合、ポゼッション3試合、中央突破が5試合なんですけど、今のところ中央突破めっちゃ試合やってるね。うん。やっぱり、今の、ガチャがコパアメリカのポゼッション南米になってるので、まあ、皆さんそれに合わせたっていう感じなんでしょうかね。まあでもそれにしても、勝率今のところ7割近くをキープしている。10試合やって7勝ってことは中央突破結構強いですね。モスキーニョ監督に変えて成績がいいっていうのは面白いもんですね。サイドアタックのゲアベル監督に変えた方はいまいちなんですけど。はい、というわけで前半は 0-0。結構ね、中央突破の方は数字だけで言ったらね、こっちが負けてるのに勝ってることが多いですね。おーっと、まさかの、光プレイ！これで一発！ロベルト・バッジョのシュート、ロベルト・バッジョがシュートブロック！なんという。はい、終われ。はい、終われ。なんかさっきも聞いたな。はい、終われ。はい、終わり。今回のね、試合は、映してる試合は結構勝ってるんでね、いい感じですね。はい、というわけで、今度は40試合終わるところまで一旦カット。はい、というわけで40試合終わりました。では見てまいりましょう。ザン。20勝10敗10分け。わかりやすい。はい、というわけでね、20勝20取りこぼしがわかりやすくなっております。非常に計算しやすくていいね。はい、そんなことは良い。このままのペースでいくと、前回より悪い感じになってしまうんですが、どうなんでしょうか。そしてダイジェストにしたいんですが、相手の方が数字がめちゃくちゃ高い。結局今回試合を見るをお伝えすることのないまま最後終わりそうでございますね。どっかで1回ぐらいポゼッション挟みましょうか。はい、じゃあ見ていきたいと思います。まあ相手の方がね、ちょっとだいぶ数値上だったんでね、ちょっと、これでもう1点ポーンと取っちゃって、ポーンと取っ、まあ今回はね、ちょっとね、試合を映してるときは勝ってるときだからね、ジーコさんの PK からスタートはちょっとひどいな。それはもうチャンスじゃないのよ。でも相手1本のシュートで1点を。羨ましい。さあ、後半。フォーデン。なんかチェインスキルを発動してますよ。ここまでのね、試合で見てて、ジョーカーらしく活躍している姿はまだ見れてないですね。グリーズマンって書いてあるとこぎがあんまりなかったな。ジョーカー大したことないか？いや、あなたならさ、特殊光プレイにしてもらえないかな。どうせなら、そんな通常光プレイを見せられても。ね、まあでも、たまにはこういうボコボコの試合もあるよっていうことでね、こういう試合もお伝えしてみてはもういいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、0-4 でした。このままだと前回より成績悪いか？なんかそんな感じになっちゃいそうですね。あ、これは、相手の方が数字がめちゃめちゃ高い。はい、というわけで、じゃあ50試合終わるところまで一旦カット。はい、というわけで50試合終わりました。負け。はい、というわけで25勝13敗12分け。はい、わかりやすいですね。25勝25取りこぼしということで、勝率ぴったり5分。ね、こんな成績になりました。前回が26勝だったんで、あと1個届かずってところでしたかね。いや、残念。というわけで前回とほぼ同じ感じになるのかなと思っております。3桁をキープできるかどうかってとこですかね。じゃあ、1個ずつ見ていきたいと思います。前回と比べて、勝率高いチームがないですね。はい、じゃあまずは1個ずつ、カペール監督見ていきたいと思います。4勝2敗3分け、前回とほぼ同じ。前回よりも勝率は下がっております。得点も下がっております。カウンター、一刻も早く強くせねばなりません。ね。というわけでね、次回の背景変わりガチャは何なんでしょうね。ね、一刻も早く欲しいですね。サイドアタックいきます。サイドアタックは、6勝3敗5分け、勝率 43% ということなんですけど、前回よりはちょっと上がってはいるんですよね。得点は変わらず。まあ、それにしては、もうちょっとやれたかなっていう気がするよね。で、14試合もやれたので、今回の戦術の中では結構一番多かったっていうぐらい、バランス良かったですね、今回ね。14試合プレイしました。そして、ポゼッション、ここが勝率7割ぐらいいってたんですよね、前回はね。なんですが、今回は8勝5敗1分けということで、5回負けたか。前回より成績下がったな。前回2敗しかしてないんだよね。前回より悪い。うん。で、悪い原因として、まあ、挙げられるのは得点率下がったな。あれ？ジョーカーっていらない？なんかそんな感じしますね。前回のポゼッションの得点が1試合2点平均なんですね。2.1 だったんですけど、今回は 1.2 ということで、実は、今回の4戦術の中で一番得点取ってないんですね。得点率下がった。まあ、それはね、一概にその選手のせいってわけでもなく、単純にね、強い相手とばかりしか当たらなかったっていうのもあるかもしれないですけどもね。で、試合数は14試合で勝率 57% なんですが、前回20試合やってて、今回14試合しかやってないので、キャプテン翼薄まった。前回に比べてバランスっていうチームの編成が減った。ね。なので、まあ、良かったかな。っていう感じがしますね、ちょっとね。途中出場でトップ下っていうポジションっていうのが意外とね、SSS がいっぱいいるから、わざわざ翼くんごとつする必要が正直あんまりないかなと思うんですが、SS 翼くんなんでね、どうしようかな。やっぱり翼くんもごとつしちゃおうかな。これだけ薄まってるならね、まあいいかななんて気もしちゃうよね。はい、最後。中央突破。途中までね、この中央突破が一番成績良くて7割ぐらいいってたんですけど、急に4試合勝ちなしか。これで勝率を落としました。7勝3敗3分け。勝率は 54% ということになっております。最後、ちょっとドタバタしましたね。意外と勝率高いのここかーってちょっとね、喜んでたんですけれども。そんなことはなかったですね。残念。そして、前回に比べると、やっぱりあれですね、得点率が下がってます。グリーズマン途中から入れるの良くないの？ジョーカーだよね、あなた。どうなんでしょうかね。なんか、マグにはあまりジョーカーの恩恵を得られておりません。さあ、どんな感じになるんでしょうか。3桁キープできてたらいいな。というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、しょうがないね。今回ばっかりは、一応強くなるって見込んでたんだけどもね、そううまくいきませんでしたね。で、次回、SWCC の時に、ごとつする要因なんですが、今のところもうリバプールしかないんだよね。そうだね、リバプだね。リバポ。翼くんかリバポか、どっちかをごとつしないといけないわけだけど、どうしよっかな。翼くんでも母体のみなんだよね。で、その他、ちゃんとできそうなのは美咲くんぐらいでしょ。トップ下はね、別にいいのよ。ねえ、そこら辺ちょっと難しいな。個人的に好きなのはヒューガくん。さあ、果たしてどうしましょうか。あれだけ文句言ってた割に、翼くんをごとつするんでしょうか。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。まあ、じっくり考えるか。若林くん欲しかったなー。